猫ちゃんが好きとか聞いたんですけど、うん、そうです大好きです猫、まあ、僕も結構な陰キャですからね割とネガティブですね自分責めちゃうんですよね日本人はねつまり世の中っていうのは 100% 運を取り除くことできないんですねじゃあ失敗談からいきますかはいでは失敗談いただきましたありがとうございますエミン先生の失敗談です、はい、失敗談なんかねすごい成功されてる方なのでやっぱりすごいですよね、うん、戦歴というか成績というか失敗あるのかなってちょっと思っちゃいますけど、うん、いっぱいありますよいろんなものを失敗することよくありますこの私たちのビジネスにおいてもそうだし全般的に投資全体もそうなんですけどトレンドを早く見たからって言ってそれで成功するとは限らないんですよこれが面白いものでね、うん、あの早すぎてもいけないし、うん、遅すぎてもいけないっていうのがあるんですよねだから、うんまあ、その意味で私が割と結構気が早いんですよね、はい、自分の予想は当たってたとしても動くのは早すぎちゃって、うん、結構そのシナリオが実現してる頃には疲弊してるみたいな状況っていうのは、うんまあ、疲れ切ってるっていうのはよくあるんで、うんまあ、それは直そうとはしてるんですけどなかなか難しいんですよね、うんうん、それはありますよくちょっと早すぎるあ、まあ、今回の戦争なんかかもね、割と早い段階からな、はい、こうなるっていうのを思ってたので、うんまあ、別にそれに対して何らかのポジションは取ってないんですけれども、うん、ただ本来では私はだから結構早く取っちゃって逆にその実現するまでかなり疲れきっちゃうんですよねあ、うん、それはありますよく自分がお金に関しては物を早く動かしすぎるのは良くないなっていうのはそうちょうどいいタイミングっていうのがあるんでしょうね、うんちなみにジンさんはポジション取るときは遅い方ですか、はい、早い方ですか早いのかな、まあ、損切りはあんまりしないんであなるほどね、はいはい、今回もなかなかやばかったですね、うん、1000万マイナスあって1000万戻ってきてよかったんですけど、うん、コロナの時はマジでやばかったです、うんうん、あの例えばねジェシー・リバーマワさんみたいな人でも例えばジェシー・リバーマワさんは1929年の大恐慌のクラッシュって完璧に予想できたんですね、うん予想はできたんだけれどもあのその規模そのものが実際予想できなくて、うん、つまり大恐慌のクラッシュってほぼもう9割株がもう価値失ってしかも長期にわたった下げ相場だったんで、うん、その時彼は最初の方すごい儲かるんです当然売りポジション持ってるんで、うんまあ、多分今の金額でいうと数千億ぐらいに当たるんですね、うん、あの儲けがでただ早く買い戻したっていうかあの今度買いに回ったんですね、うん、あまりにも下げすぎちゃったから、うん、で買いに回りましたとそれも大々的にみんなに言ったんですね私は買いに回りましたと、うん、でもその彼が買いに回ってからも下げ続けてるんですよでまさにだからその行動が早すぎるっていうことの、うん、これが非常に極めて難しいものでですね、まあ、リバモーさん的なすごい伝説の人でも、うん例えばクラッシュは完璧に予想できてても底値っていうのは分かんなくて早く入りすぎちゃって結局全部クラッシュで儲けたお金っていうのを吸っちゃったわけあらそうというのはねよくあるんですよだからもしくは例えばそのリーマンショックの時もねビッグショートマネーショートっていう映画があるじゃないですか あの時のそう人たち、まあ、つまりそのアメリカの不動産市場が崩壊するだろうと不動産担保証券っていうのは崩壊するだろうって言ってそれに対して、まあ、いわゆる売りポジションを持った人たちっていうのはその不動産市場が崩壊してからその価格が崩れるまで1年以上かかってるんですよね、うん、でその間に彼らはずっとプレミアムを払ってるわけです当然売りポジションなんで、はい、だからあと多分半年とか1年その相場が続いてたら彼ら破綻してたと思ううん予想は完璧に合ってるんだけどでも行動が早かったから破綻してた可能性十分ありますね、うん、ちょうどだから多分彼らももう我慢ギリギリのところで相場が崩壊したんですごい大儲けになってるけどうんっていうまあこういうもんなんですよ相場っていうのは本当に生き物としてわからないんでだからもう時には我慢しなきゃいけないし時には早く動かなきゃいけない、うんうんというものなんで非常に難しい、まあ、だから一種の戦争ですよね常にねうん自分との戦争はい、まあ、あるし相場との戦争もありますよねわかりますね確かに読みは合ってるのになんか損してるなっていうのがすごく多いです、うんね、
そうそうそう、難しいですね、難しい、まあ、ビジネスもそうなんですけどね、アイディア、あのいいアイディアを思いついたからって言ってそこからお金儲けられるとは限らないじゃないですか。そうです、ね、お金儲けられる人っていうのはまた別の種類じゃかもしれないですね。うまい人がいるんですよ、お金儲けるのはね、うん、あの人のアイディアでも、はいはい、確かに、そう、まあ、そういう自分の弱み強みをみんな知った上でやったらうまくいくんじゃないかなと思う、まあ、やっぱり弱み弱点を補強して強みは伸ばすっていうね、うん、うん、じゃないかなと思う。なるほど。ジーンズバー、じゃあ次何がいいかな。ドリーム、ドリーム、そうですね、ドリーム、夢ですね。壮大なものからすごい小さいものまであるじゃないですか、はいはい、なんかこうでも小さい夢っていうのはなんかチャトラとキジトラとブリショ買って全部私が好きな第二次世界大戦の武将の名前つけようかなと思ってそんな夢があるんですか。そんな夢があります チャトラ買ったらパットンって名前にして、うん、はい、パットン将軍にちなんでね、うん、ブリショ買ったらモンゴメリーって名前にして、ああいいですね知ってるモンゴメリー、イギリスの将校よ。イギリスの将校、聞いたことありますよ。そうそうそう、なかなか撤退しなかったらしい。そうそう、まあ、でもそんな名前言っても結局モンちゃんとかパッちゃんとかになっちゃうんですけど、あだ名になっちゃう。そうそうそう、まあ、そういうものからなんかこう夢がもっともちろん大きいところまでね膨らんでいってるけど、私自分の夢としてはもっとやっぱりその日本で国際情勢とか、うん、まあ、あの国家戦略に役立つようなあの、うん、外交情報とかそういうものを、まあ、瞬時にゲットして分析していろんなシナリオを作れるようなそういうシンクタンクいつか作れたらいいなと思ってます。それが自分の夢ですね。あのそうなると日本にも大いに貢献できるし、日本企業でもそういう戦略っていうのはこれからやっぱり地政学リスクが増えている中でですね非常に重要になってくる、うん、こういうリスクがあってこういう状況なのでこの部分は気をつけないといけないし、からもう本当にもっと大きい国家戦略に役立つような分析までですね、まあ、そこに逆にいろんな国際的な人材を集めたり、だからすぐに即座に分析できるような人、やっぱその国の言葉で分析しないとね、うん、あの残念ながらこう、まあ、日本はだからなんかニュース起きたから日本のメディアに出るのに1日かかるんですよ時間が。うん、もう一つは多分その現地にそんなに人を派遣してないんで、はいはい、あの分かってないんですよね。でそうするとあの二次情報になっちゃうわけ、その英語で出た情報の訳とかになってしまうので、うん、あのそうじゃなくてもうそのまんまその情報を全部把握して、だからロシアだったらもうロシア人を一人専門家をもう置いて常に、うん、ロシアの情報を分析してもらってっていうそういう人たちの集まり集団を作れたらいいかなと思ってます。それは大きい夢ですね。なんかエミン先生から夢の話が聞けるとはちょっと思ってなかったです。皆さん何が夢ですか。逆にジェイさんは、うん、投資で勝つことを夢にしてましたけどやっぱ苦しいですね。ようやく勝ってきてはいるんですけど早速この間のねウクライナ問題で大ダメージ食らって今ようやく戻ってはいるんですけど、またこれかと毎度のことですけどね。うんうんうん、なるほどね。難しいですね。相場っていうのも多分最も難しいですよね、その常に勝つっていうのはね。そうですね、うん、コンスタントに勝てるっていうのは非常に難しい、うん、何が言うんですか。皆さんもうちょっと広いお家に住みたい。あいいじゃないですか。そうですね、うん、もうちょっと広いお家に住んでのびのびと過ごしたいなって思ってます。あとちょっとエミン先生に似てるかもしれないんですけど、ちょっとペット飼いたいなって思ってて、やっぱ、うん、そういうのいいですよね。はい、ちょっと先生の夢聞けてよかった。よかったですね。こんなになんかもう猫ちゃんが好きだとは思ってなかったんで、猫好きなのは知ってたんですけどうんうん、うん、そう猫ちゃんに対する愛情がそうですよタレコミ情報が、はい、あるので大丈夫ですか。ユミさんやばいっすよ怒らせたらえ大丈夫、多分これはあの怒らせないタイプの内容なので大丈夫です10万円だったら受けますか。
え、受けます受けます。受けるでしょ。1000万円は。え、受けます。1億は。受けます。で、あなたはでも正しい投資家ですね。普通の人っていうのは怖くなるんです、これ。この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録といいねボタンの方、よろしくお願いします。次回もお楽しみに。